8丁目会場の大雪像は昔の札幌駅を再現しています。一つ一つのパーツ精巧に作られていますね。今日から始まった札幌雪まつり、今年は大通会場とすすきの会場のほか、新型コロナの影響で中止が続いていた東区の津ドーム会場が4年ぶりに復活しました。展示されているのは3会場合わせておよそ200基で、訪れた人たちは細部まで丁寧に作られた氷雪像に見入っていました。雪が降るとか珍しくて、はい、ちょっと楽しんじゃいました。雪みく予約観光客戻ってきて、観光業界にいたのでちょっと嬉しく思います。はい、札幌雪まつりは11日まで行われます。